はい、酒好きな元新潟中の飲酒動画です。今回はこちら。ここに、飾ってあったこちらを、紹介しましょう。以前 Amazon で、購入したんですけど、確かに1500円ぐらいで、購入しました。これ新潟のお酒ですね。越後桜という、こちらは、酒造が越後桜酒造株式会社。これ新潟県の阿賀野市っていう、まあ僕が生まれた市の、まあ、柴田市ってとこなんですけど、その隣の、市ですね。うん。これが 1.8 リッターで、1500円ぐらいで Amazon で購入しました。糖類無添加、微酒15度。わざと切れの飲み飽きしない定番酒。国産米 100% 使用。これね、俺以前ね、越後桜のね、新潟行った時、この越後桜酒造の酒、日本酒飲んだんですけど、うまかったんで、それをちょっと確かめたくてもう一回飲もうかなと思って。うん、まあいいや。よっと。まあ買ってみました。原材料名が米過去国産と米麹過去国産米と醸造アルコール。で、アルコール度数が15度。となっております。本当に美味しかった。木桜と、まあ、そこにあるんですけど、木桜の日本酒と、多分俺も履き違えてたんですよね。前、木桜がうめえうめえとか言ってたけど、あれは全くの別物で、確か、桜、同じ桜って名前ついてるんでね、多分間違えたんだと思います。木桜ではなく、越後桜でしたね。越後桜の、日本酒が、以前ね、飲んでね、うめえっつって、買ってみたという。乾杯！うん。あ、ふわーっと。ふわーっと、まさに。桜のように、花が広がる。これは飲みやすいっすね。甘い。うん。香りがね、ふわーっと。で、ほのかにこう甘い風味が。して美味しいですね。うん。ほとんど苦性はほぼないっす。うん。前回飲んだ日本酒の米だけの酒がまずすぎて、本当に。俺の舌が狂ったんかと思ったけど。うん。実にマイルドね。今の季節、実にね、ぴったり、桜ね、もう今そろそろ咲きますよ、桜、東京。これ説明文読んでいきましょう。越後桜品質本位。研ぎ澄まされた伝統的な酒造りをもとに柔らかい水と良質な米で飲み飽きしない高品質な日本酒造りを目指しています。微酒15度。芳醇辛口。糖類無添加で、醸した絶妙のバランス。15度のしっかりとした味わいとキレ。料理との相性が良く、冷やしてまたは常温。缶まで幅広い温度帯でお楽しみいただけます。うん。うん。うん、甘い。うん、甘いっすね。うん。うん。辛口とありますけど、ぶっちゃけ甘いっすね。うん。結構甘めな感じがします。うん。越後桜と。
そう、以前飲んだね、すっげーうまかったのが、越後桜の白鳥蔵っていう、新潟県の限定発売っていうのがあるんですけど、これがね、すんげーうまかったのよ。すっげーマイルドで、恐ろしいほどうまかったんだけど、これが、オンラインショップで、売ってるんですけど、まあ、新潟県に住んでる方は普通にね、手に入ったんだろうけど。うん。これコンビニでも売ってたんですよね。ものすごいうまくて。俺も以前、動画に上げてますけど、すっげえうまかった。この普通酒、越後桜。こちらが、なんと、アルコール度数が 15.5 度って書いてあるな。こっちには15度って書いてあるんだけど。で、日本酒度がプラス7。これは辛口。酸度が 1.1。精米部合が 72%。甘辛味覚が、辛口。おすすめの飲み方が冷やと常温と缶。はい。日本酒度プラス7でも結構あれだな。うん。まあそう言われると辛くなっていくんだけど、前回飲んだ米だけの酒がものすごく辛かったんで、お話にならないほど辛かったっていう覚えはありますけど。それに比べればまだ全然あれだね。うん。実に、マイルドで飲みやすくて甘いっすね。うん。で、気になるのが、この越後桜の、新潟県限定の方の白鳥蔵っていうやつなんですけど、アルコール度数と、もう、このね、越後桜と一緒で 15.5 度。そして、日本酒度もプラス7と同じで、酸度も 1.1 と同じなんですよ。で、さらに精米部合も 72% と一緒なんですよね。あー、違いはあれか。ここに書いてあるけど、原料米っていうのが白鳥蔵の方は、新潟県産米なのに対して、こちらは国産米と書いてあります。そういうことか。なるほどね。越後桜酒造は、白鳥の平市、これなんていうもの？なんとか湖。氷湖か。氷湖のある、新潟県阿賀野市、かっこ旧水原町にある、醸造元ですと。なるほど。これちなみに酒造見学とかもできるみたいですよ。当時はな、日本酒が嫌いでさ、地元にあるさ、酒造何軒かあったけど、結局ね、見学できなかったからね。今になって日本酒のうまさが分かったからさ、分かったっていうかさ、まああれやからさ、うめえなぁと思って、最近は本当に日本酒結構いろいろ飲んでるんですけど。うん。日本酒うめえなぁと。まあ結局のところこういうのっておっさんにならないと分からないことあるよね。で、この越後桜なんですけど、
先ほど間違えた木桜ってのはありますけど、ぶっちゃけた話、木桜の方が、風味が、割と独特な風味があるんで、すごい、なんか、美味しいっすね。うん。確かに木桜もうめえな。間違いねえ。木桜も確かにうめえ。ちょっとは勘にしてみましょうかね。あ、ない。木桜もうめえな。こっちもうめえけど、まあ、でもこっちは割と普通の、割とさ、風味とかもまあ、まあ飽きない、うん、あれなんやけど、味なんだけど。うん。割と香りとかは日本酒の普通の香りすんや。でも、木桜って本当に、なんか独特の香料を使ってんのかなっていうレベルの香りするもんね。うん。それが何なのか。結構、木桜は本当にあれだな。謎だな。うん。香料でも使ってんのかっていうか、レベル。うん。こっちも確かにうめえんやけど、わざわざオンラインショップで買うかっていうのは、まあ俺買ったんだけど、アマゾンで買う、まあ買うかって言われてもあれだけどな。まあ実際買ってんだけどさ。まあ、新潟の日本酒はうめえのはわかるんだけど、ただ、菊水に比べるとも、そっちの方が好きだな。やっぱ菊水の方がうめえなと思うね。うん。確かにうめえんだけど、同じオンラインショップで、オンラインで、楽天とかで買うんだったら、菊水の方がうめえなと思うな。うん。じゃあちょっと、噛んでいただきます。うん。うん。うん。やっぱ噛んだ方がダイレクトに香りがブガーッときて、辛口の、なんかアルコールの、結局アルコールが揮発するんで、結構香りが、アルコール臭が、結構がっつりくるんですよね。うん。うん。で、なんか酸味もちょっと、普通種、常温よりもなんか、酸味が強く感じるんで、うん。結構辛口になりますね。ああ、結構喉にも来るわ。うん。うん。うん。大吟醸の越後桜。はあ、うん。白鳥の飛来地として有名な兵庫にちなんで名付けられた白鳥蔵。へえ。兵庫これ行ったことあるかもな、兵庫って。阿賀野市の。行った気するけど。昔行った記憶はある気がするんだけど。どこやったっけ？多分行ったことある。うん。ああ、ここ行ったことはあるな。これ兵庫は行ったことあるわ。うん。あ、行った、ここな。あ、行ったわ。うん。行きました。
あ、で、食パンとか揚げてましたね。白鳥がめっちゃ来るんですよね。ビヤーって。で、食パンの、耳とかを、パンの耳とかを揚げてた記憶はある。やっぱ扱う、缶にするとすっげえ辛いな。ものすごい辛いっすね。ダイレクトに来る。やっぱ普通の常温だな。日本酒やっぱ常温で一番うめえわ。これは常温で飲むべきでしょうな。これは、若干甘いっすね。香り。まあ、これはまあ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 ぐらいでしょうね。まあ、普通ぐらいでしょうな。2233です。ご視聴ありがとうございました。